能登最果ての錫で9月23日から始まる第3回の奥能登国際芸術祭。開幕まで20日を切った9月4日、三崎町子泊にある製材所に作品の制作に励む男性の姿がありました。愛知県出身のアーティスト、小山正義さんです。無垢の木材を丹念に掘って木像を作っていきます。小山さんは2017年の芸術祭にも参加していました。海岸に漂着した木材などを使ってクジラの骨のように組み合わせた最果ての漂着神です。自分は漂着物をもともと集めるのが好き で、2017年の時にも鈴中の海岸を巡って集めてたんです。でその時に思ったのが、ここに集まってくる漂着物って自分は結構骨があるなと思ったんですよ。でそれが結構生々しくて、でそれで着想を得たのが今回の作品だったりするんです。今回の作品名はボトルシップ。波に乗って錫の海岸に流れ着く様々なものにインスピレーションを受けています。木材を掘って作る3体の像は長さ7メートルほどの丸木舟に乗せます。古代海から奥能登にやってきた神々を想起させます。漂着物をダイレクトでアートとか言いたくなくて、流れてくるっていうこと自体をこうなんか自分は表現してやってるところがあります。小山さんのボトルシップはあえて海沿いではなく錫の山間部にある北山の棚田に設置します。その近くにある旧上黒丸小学校にも完成を迎えた作品がありました。地元の子どもたちが組み上げた積み木を色鮮やかな LED ライトで彩る明かりのありか能登です。錫の観光名所や錫焼き祭りなどのシーンが美しくデフォルメされています。14の国と地域から59組のアーティストが参加する現代アートの祭典が最果ての錫で間もなく幕を開けます。海と日本。